ケツアルコアトルケツアルコアトルケツアルコアトルは、アステカ神話の文化神、農耕神である。また、風の神とも考えられた。ケツアルカトル、ケツアルコアトルとも呼ばれる。マヤ文明では、ククルカンという名で崇拝されていた。古くは、水や農耕に関わる蛇神であったが、後に、文明一般を人類に授けた文化神と考えられるようになり、ギリシア神話における、 プロメテウスのように人類に火をもたらした神ともされた。特にトロテ家族の祖神として厚く崇拝されていたが、アステ家族の神話に取り入れられてからは、原初神トナカテクトリとト,トナカシワトルの四人の息子の一人として、蜜色ポチトリラと共に創造神の地位にまで高められた。五つの太陽の神話の中では、太陽神としてのケツアルコアトルの逸話も残されている。岩に手を当てると岩がへこみ、 その岩を持ち上げて投げると森が平地になるような海力を誇る。神話では平和の神とされ、人々に人身釘をやめさせたという。それゆえに人身釘を好むテスカトリポカの恨みを買い、呪いのかけられた酒、プルケを、そうとは知らずに進められるままのみ、気分がすさんだあげく自分の妹、ケツアルペトラトルと肉体関係を結んでしまい、トゥーラの地を追われた。 この際、自分の宮殿を焼き払って、財宝を埋めた後自ら、生贄となり、仮装された灰が何羽もの美しい鳥となって、空へ舞い上がったとも、虹の彼方に消えていったとも、金星に姿を変えて天に逃れたとも言われ、ケツァルコアトルは、金星の神ともされるようになった。これは10世紀頃、ケツァルコアトルを名乗っていた、トルテカの王が人心釘に反対して、 トルテカの首都を追い出された事件から作られた神話だとされている。アステカにはケツアルコアトルへの人身釘についての記録や遺跡などが多数あり、人身釘に反対する神話が書かれたのはコルテスによる征服語だと推定されている。その名は古代ナワトル語で、ウモアルヘビを意味し、宗教画などでもしばしばそのような姿で描かれる。また、白い顔の男性とも考えられている。 ケツアルコアトルは、聖アカトルに復活すると宣言して、アステカを立ち去ったと言われており、16世紀初頭に、コンキスタドールが侵略してきた際、コルテスがメキシコに来た1519年が偶然にも、一の足の年と一致したため、アステカ人たちは、白人である彼らを、ケツアルコアトルの再来かと錯覚し、対応を遅らせたとも言われている。公園には、 ケツアルコワドルの像が存在する。これはメキシコの当時の大統領夫人来日記念として1990年11月メキシコ政府より送られたものである。ありがとうございます。